行くで。もう開幕からガンガンいけるように、キレもそうですけど、90分戦える体を、でも怪我をして離脱するのが一番怖いんで、まあ、そこも気をつけながら、あとはチームがうまくいくように、チームのために頑張ります。ありがとうございました。はい、頑張ってください。はい、いよいよ、ニータンのマスコット総選挙が行われますが、キャラクターでは、勝ってると思うんで、俺は一番可愛いと思ってる。いらっしゃい。我々とサポーター次第、それだけなんで、そこの努力をしたチームになってます。東京の積み重ねです。努力を見てます。無限の努力を。きつい練習って宣言されてるんで、気を引き締めて、怪我ないように戦っていきたいと思います。キャンプへ向けて意気込みをお願いします。みんなと仲良くなっていきます。そこだけ集中します。アジア選手みたいな。ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。キャンプへの意気込みをお願いします。意気込み、まあ、しっかりチームとして、戦術があると思うので、しっかりそれを、まあ、今までやってきたプラスで、キャンプでも積み上げていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ブルー、トリニータブルー、トリニータブルーでピンク運でしたね。キャンプ頑張ります。キャンプ1日目、はい、頑張ってください。ありがとう。大分トリニータの皆様、ようこそ霧島市にお越しくださいました。拍手をお願いいたします。ぜひ声をかけて来週素晴らしい成績を見せてくれますように、私たちも期待しております。頑張ってください。私もつきましたけど、はい、まあ、歓迎セレモニーを開いていただきました。普段だったら全員で参加するんですけど、まあ、状況も状況なんで、まあ、僕選手、僕一人で
まあ、僕だけこのセレモニーを感じられたんで、ちょっとラッキーでした。今こうやってここでセレモニーすると、まあ、いよいよ始まるんだなっていう感じがするんで、明日から練習頑張ってやりたいと思います。いよいよホテルに着いてキャンプも始まりますけど、お気持ちを出してください。そうですね、本当に霧島市での行うキャンプが4年目ということで、素晴らしい環境を準備してくれていますし、なんとか実りあるキャンプにしたいなと思います。新しい選手も入っている中で、選手同士そして、まあ、我々ともしっかりとコミュニケーションを取って2月27の開幕戦に向けていいスタートが切れるように良いキャンプにしたいなと思います。まあ、あとは今回、まあ、残念ながらコロナの状況ということでキャンプの見学に来ることができないので、そこは本当に、申し訳ないんですけど理解していただいて、そしてまたなどクラブとしてもキャンプ中の映像とか写真とかそういうのも皆さんに見てもらえるように提供していきたいと思うので、またそちらをご覧になって開幕戦を楽しみにしていただきたいなと思います。しっかりと頑張ります。ありがとうございます。